皆さんこんにちは。 B レジェンド管理栄養士の堀です。プロテインって皆さんご存知の通り、タンパク質のサプリメントです。身近な食材、お肉とかお魚とか卵とかにたくさん入ってる栄養素ではあるのにもかかわらず、なんでプロテインからタンパク質を摂る必要があるのかっていう、なんでプロテインを飲むといいのかっていうお話をさせていただきたいと思います。まあ、タンパク質は、筋肉とか、まあ、髪の毛とかあと骨とか、まあ、体の成分全部タンパク質でできています。そこが大前提として、さっきもお話しした通り、お肉とかお魚とか食べればタンパク質って摂ることはできるんですね。なのになんでプロテインをみんな飲んでるのか、その理由なんですけども、ちょっと想像してみていただきたいんですけども、お肉とかお魚とか卵、無高タンパク質の食材で、まあ、生肉とか生卵の状態で食べることってあんまりないかなって思います。じゃあどうやって食べるのかっていうと、お肉だったら焼いたりとか、まあ、何かしら味付けしたりとかして食べるかなと思います。私もステーキとか焼肉とか大好きなんですけども、お肉食べるって想像したら多分そういう料理が思い浮かぶんじゃないかなと思います。で、それが悪いことではないんですけども、タンパク質を摂ろうと思ってお肉を食べてるのに、どうしてもその焼いた時の油だったりとか、まあ、ソースとかつけたらそれに含まれる油、どうしてもプラスになってくるっていうのが一つあります。で、まあ、卵とかもそうなんですけども、高タンパク質な食材にはタンパク質以上に脂質を含んでいることが多いっていう特徴があります。で、脂質も三大栄養素の一つなので、もう悪いものではないんですけども、まあ、どうしても意識しなくても摂れる栄養素で、どちらかというと過剰になりやすいので、タンパク質を摂ろうと思っているのに意識して摂る必要がない、脂質も一緒に摂ってしまうことで、カロリーオーバーにつながりやすいっていう特徴があります。なので、実のところタンパク質だけを食材から摂ろうっていうのは結構難しいんです。こちらのホエイプロテインは牛乳由来のタンパク質なんですけども、ソイプロテインだと大豆から、タンパク質を抽出したサプリメントですので、低脂質のタンパク質源としてタンパク質を取り入れることができるっていう特徴があります。他の食材と比べるとかなり脂質の量を抑えられるというのが特徴です。食べ物からだけではなくてプロテインを利用するポイントっていうのはまず一つ目こちらになります。で、二つ目に、高タンパク質な食材、お肉、お魚、卵を代表的なこの食材で結構加熱料理が必要な食材が多いんじゃないかなと思います。身近な食材でいうと、タンパク質って1日のうちでどこで一番不足しがちな傾向にあるかっていうと、朝ごはんでしっかりタンパク質が摂れている方って意外と少ないっていう情報がありまして、多分朝って結構時間ない人、簡単に済ませちゃう方多いんじゃないかなと思います。食材から摂るのには結構手間がかかるっていう点、まあ、プロテインを朝食に入れていただいたとすると、お水とか牛乳に溶かしてシェイクするだけで飲むことができるっていうので、まあ、手軽さもプロテインを使う魅力の一つじゃないかなと私は考えています。で、私は毎朝プレーンのヨーグルトに B レジェンドプロテインを入れて混ぜて朝ごはんに食べています。具体的なお話をすると、朝ごはんにこのプロテインを1食分プラスしたとするとどうなるかっていうと、簡単な朝食の例で言うと、まあ、朝ごはん6枚切りの食パン1枚と、まあ、プレーンヨーグルトを毎日食べていたとします。ヨーグルトと食パンで摂れるタンパク質がだいたい 9g ぐらいです。そこに B レジェンドプロテインを1杯プラスするとすると、 B レジェンドプロテインは1食分でタンパク質がだいたい 20g ぐらい摂れるので、食パン、ヨーグルト、プロテインで摂れるタンパク質の量はだいたい 30g ぐらいになります。いつもの朝食にプロテインをプラスするだけでもタンパク質が 30g 摂れることになるので、まあ、簡単に不足しがちなタンパク質をプラスできるというところで、メリットかなと思っています。
あともう一つあるんですけども、ビーレジェンドプロテインのお話をすると、タンパク質はもちろん取ることができるんですが、不足しがちなビタミンとかも実は入っていまして、一緒にまあビタミン C とかビタミン B6 っていう不足しがちな栄養素をまとめて取ることができるので、それもあのプロテインサプリメントを使うからこそのメリットではあるかなと思っています。でここまでお話しした内容をまとめますと、まず1つ目がプロテインは低脂質のタンパク源として利用できるので、カロリーオーバーにはなりにくいっていうのが、メリットの1つで、2つ目がプロテインは水に溶かすだけでタンパク質を摂ることができるので、手軽にタンパク質だけを摂取できるというところがメリットの2つ目です。で3つ目にタンパク質と不足しがちな、ビタミンを一緒に摂ることができるというのもプロテインというサプリメントを使うことのメリットではないかなと私は思っています。どうしてもあのプロテインってムキムキマッチョが飲むようなものっていうイメージがあるんですが、あの誰にでも必要な栄養素であるタンパク質のサプリメントなので、ぜひあの皆さん朝食ですとか普段の生活に取り入れていただけたらなと思います。でこの動画を見てる方はもうすでにビーレジェンドプロテイン飲んでるよっていう方多いかもしれないんですが、まだ周りにこのプロテインへのちょっと偏ったイメージある人って結構いらっしゃるんじゃないかなと思うので、私が今お話ししたような内容をご友人ですとか家族とかにお伝えいただいて、みんなでこうビーレジェンドプロテイン利用していただけたら私は嬉しいです。では今日はなんでプロテインを飲んだ方がいいのっていうお話をさせていただきました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。